スメに無理か。セロイが待った。今パクセロイの髪型にすんのやばいよね。結構やばいですよね。はい。そんな感じでですね、あの先日まあ、パーマをねかけ直したんですけども、まあ、今回はそうですね、まあ維持ということになってるんですけれども、髪型はそうですね、まあ、結局どうなったかはまだ僕の SNS では言ってないんですけど、このだからラジオの、告知の画像が多分初お披露目になるのかな、うん、みたいな感じでね、まだ見れてない方見てほしいんですけれども、なんて言えばいいかな、前の髪型っていうか、ちょっとドレッドっぽいけどツイスト、ハードなツイストのパーマを巻きつけたままなんとかキープしてるよっていう髪型だったんですけど、まあとはいえなんて言えばいいかな、アフロの原型なんですよ。これをほどいていくとアフロになるっていうのは、まあ前も言った通りなんですけど、とはいえ僕はあの直毛なんで、あの新しく生えてくる髪は直毛なんですね、うん、だからやっぱどうしてもこうプリンみたいなことが起こってくるわけですよ。だからもうなんかかける直前とかは本当に超直毛な人がいた後に一番癖のある髪型が来るみたいなやばい状態になってたわけ。もう一番矛盾してる髪型、そう本当エクスカリバーみたいになってたわけよ。取っ手が直毛でも分厚い毛みたいになってたのよ。その一本、そのなんて言えばいいの、そんな感じなんですよ。本当にシュレットマジエクスカリバーみたいな、その一本一本束がね、そのなんていうのかな、直毛の部分がやっぱ細くなるから、細いっていうか束としては細くなるから、そうそう、でかけ直しに行くと、でもあれなんですよ、その伸びた部分は 4-5cm ぐらい伸びてたんですよね、うん、前回かけ直したのは3ヶ月前ぐらいだったんですけど、なんでまあまあ 1.5cm ぐらい伸びたのかな、月にね、月にそれが伸びてて、でまあそれを巻き直すという作業なんですけど、だけど巻いてるものもうすでに巻かれてる先端があるじゃないですか、に対して新しく巻き直すっていうのはやっぱ難しいんですって。というのも俺その巻き目が大事なわけよ、この電話線みたいになってるのが大事だから、それができないとこの髪型意味ないので、そうだから何どうするかっていうと、一回アフロにします、ほどきます、全部ほどいてアフロにした後にアフロになるからほどくと、でそれにストパーをかけるんですよ、ややストパーをかけて全部ちょっとまっすぐにするので、まっすぐにした状態が先日インスタのストーリーにあげたキモロンゲバージョンだったんですね、ややウェーブのかかった、あれもすんごい髪型だったよね。だからほどくとあれぐらい長くなるんですよ、うん、見て、ね、くれた方は分かると思うんですけど、どれくらい長いかって、もうそうだよね、もう全部が口下ぐらい長かったのかな、だからショートボブっていうんですか、ショートボブになるのこの長さは、ギリギリまだなんないか、ショートボブ未満ぐらいには長かったんですよ実はね。キモいね、その髪型今見てますけど、画像キモいまだロン毛の始まりぐらいですよね、ロン毛にしたい人はそこから始まるもんね、うん、だからまあロン毛のイメージはできるぐらいは長かったんですよね、うん、で毛先ちょっとやっぱりこうパーマは自体は強いから、ちょっとやっぱり茶パくなってくるんですよ、栄養がいってないとか、ちょっとこうパサついてくるんですよね、うん、でちょっと本当にここからちょっとまたパーマ耐えれないなって、髪だけちょっと間引いて、だから1センチぐらいはなんとなく切って、そっからまた巻き直すんですよね、うん、だからもともとパーマだった人たち、先端の人たちはもうパーマかけられてんのに、一回ストレートに、ややストレートにさせられて、もう一回針金パーマ巻くと。でもこれは3ヶ月前にも同じことやってんのよ、だから超先端の人たちはもう6回ぐらいパーマかけられてるわけ都合で、ストッパー針金ストッパー針金ストッパー針金みたいな感じになってるんですよ。よく耐えれてるよなって感じなんですけど、で本当に美容師の人からはマジ風邪く髪つええわみたいな、これマジでね、いや思った通りになってくれてる髪もみたいな、あとなんでこんな維持できてんのみたいな、その束感をみたいな、いや常に結構ちねったりとか
こう髪の毛洗った時にはこうなんかそうなりそうなやつってやっぱ出てくるの。アフロになりそうなキモいやつらが出てくるから、そいつはこうちょっとこうコンディションでまとめたりとかは結構してますみたいな言ったら、マジで向いてるみたいな、特殊パーママジ超向いてるねみたいな、気質も向いてるしみたいな、髪質も向いてるしみたいな、最高だねみたいな、こんな綺麗な状態でしかもなんならいい匂いするしみたいな言われてね、すごい褒めてくれたんですけど、そうだからね、あの本当に向いてるんだそうです。でもこの俺の気質って別に普通だと思うから、そう考えると、で直毛でしょ、直毛の人も割と日本にはいらっしゃるじゃないですか、割とこう毛が固めで直毛の人って、まあ山村さんもそうですけど、どっちかっていうとで真面目に な日本人って多いじゃないですか、だから結構みんな向いてるってことなんだよねこれって、って思いついてね、だから結構いけるんじゃないかななんてね思ってますけどね本当に。でもさ、もう来月で俺もうドレッドしてから1年経つんですよ、いまだにまだね、そのドレッドにしてみましたって人は出てきてないんですよね、会ったことはないの、いるかもしんないけどまだ俺は認知できてないわけ、ちょっとね悲しいわけですよ。楽器屋さんフェンダーであったね高校生、ロン毛の高校生は石原さん目指して伸ばしてますみたいなね、石原さんでもいるわけよ、フォロワーが、髪型フォロワーがいるわけ、ちょっともうちょっとね、結構楽しいですよこの髪型本当にね。確かに次の東京ドームのね、あれドレッド増えてたらいいですけどね、全然できますからね、あのちょっと手間がかかるっていうのでね、今回5時間かかりましたけど、まあ、今回5時間プラスあのヘアメイクの高井ちゃんのところに行って、あのちょっとヘアメイクスタイリングしてもらって、束感を維持するためのトリートメントとかをつけてもらってるんで、まあプラス3時間ぐらいかかって、まあそうですね8-9時間、まあ、 あの千葉まで1回往復も行ってるんで、それも込みすると11時間ぐらい、かかりますけど、でもねすごくあの褒めてもらえるしね、あの覚えてもらえるしね、いいと思いますよ、まあ一つ難点があるとすれば、あのドレッドの時にあって今の髪型、まあちょっと本当にねこれみんなにドレッドって言われるんだけど、ドレッドじゃないのよ、ドレッドっぽいって言われるんだけど、まあ、ドレッドじゃないわけで、ドレッドの時と比べるとやっぱ編み込んでるから抜け毛が落ちないっていうことがあるんですよね。ドレッドの時はもうこんがらがりまくってるわから、もう針金とかでつついてこう何毛糸の太毛糸にしてるんですよ、つまりは髪の毛一本一本太毛糸にしてるからあんまりほつれないじゃないですか。そうだけどこの髪の毛は毛糸にはしてないから、その抜け毛が落ちるんですよね。この髪型の抜け毛はまあ悲惨ですよ。でうちフローリングなきゃ床が白いのよ、すんごい縮れ毛が落ちるわけよ。すんごい縮れ毛が落ちんの部屋に。ドレッドの時には見なかった縮れ毛が大量に発生するわけで、風呂とかも入った後すごいの縮れ毛が、申し訳ないぐらい縮れ毛落ちてるから、こう全部拭いた後にこうシャワーでワーッと流してね言ってるんですけど、そうだからもう、でも本当の縮れ毛も落ちるでしょあの俺の縮れ元祖縮れ毛も落ちるんだけど、